皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはなぜ人に教えると自分自身の人生が豊かになるのか、最短最速の学びを深める方法についてお伝えしたいと思います。教室の先生っていうのはそもそも人に教える職業ですので、ご自身の人生がその分豊かになっていくんですけれども、それはなぜなのかっていう話なんですが、まずですね、知識っていうのは、学び、学校に行くにしてもですね、誰かから何かを学ぶにしても、一旦インプットっていう作業がどの道必要になりますよね。で、このインプットをアウトプットに変換するときに、どれぐらいの能力が必要になるかっていう話なんですけれどもね、ご存知でしょうかね。人に教えることができる人の能力っていうのは聞くだけの人の5倍から10倍必要というふうに言われています。ということは、今日習ったことを明日誰かに伝えようと思うと、自分の中で落とし込んで自分の言葉に変換して自分が伝えられる内容に変えてからじゃないと人には伝えられないっていうことなんです。だから先生っていうのはそれを無意識的に繰り返しながら教えてってるので、その生徒さんの数だけですね、教え方とか内容も当然変わると自分が逆に鍛えられるんですよね。ですから自分自身が教えるという立場にある先生は人生も豊かになるし、同時に稼ぐという観点から言ってもですね、教えれば本来は教えるほど稼げる稼ぎ高が上がっていくっていうのが本来は通常なんですよ。その原理から言えばですよ。実際そうじゃない人多いのも知ってます。知ってるんだけれども、本来的にはそういう形になる。ですので、今日はその人に教えるっていうことをどのようにマネタイズというか、お金のスキルアップ、お金を稼ぐ力のスキルアップに使っていったらいいのかっていうことのヒントをお伝えしたいというふうに思います。まずですね、先ほどお伝えしたように教室の先生になるようなケースの方っていうのは、2パターンあって、自分がなりたくって先生になってるケース、これが多分一番多いです。次は何かを人に教えちゃってたら、それをもっと習いたい知りたいって言われて、なんだか教えてるうちにさらにもっとスキルが上手くなって、でそれをもっと求める人がいて、また教えてもっとスキルが上になって、でだんだんこうみんなに支持されるようになって有名な先生になっちゃったっていう、その2パターンが大体多いかなと思うんですけど、ご本人的には、楽なって言い方変なんですけど、集客の面でもですよ、楽な方法は人に求められた技術を教えているうちにどんどんカリスマ先生になっちゃったみたいな、このケースが多分一番楽です。本人もすごく稼ごうって気負ってるわけじゃなくて、人に求められながら喜ばれながらやっていけるので、これ多分本当は理想だと思うんですけれども、この方のケースにおいてはもともと本人が稼ごうと思っていないので、ボランティア的な部分の価格であったりとか内容でも自分が嬉しいので、自分の喜びは稼ぐことではなく人にありがとうって言ってもらえることを主軸に置いている方はそれで十分幸せに回っていくと思います。そこが稼ごうとしている人がその道をやってしまうとちょっと難しくなっちゃうんですよ。なんで私こんなに教えてるのにこんなに忙しくてお金がたまっていかないんだろうっていう、どっかでそれを考えてしまう時期が来てしまうから、純粋にもうそれが楽しいっていう領域は趣味の領域で楽しんだ方がいいっていうのはずっと昔から言ってることです。で、先生になって稼ぎたいっていう風な話を考えた時に、まず自分が先生になりたいわけで、教えたい生徒を自分が集めなきゃいけないわけですよね。集客って呼ばれるのがその作業になるわけですけど、自分がなりたくてなってるわけだから、その知識と内容を知りたいという人を集めなくてはいけないっていう、別のスキルがもう一個必要になってくる。お金に変えなくてはいけないので、
でその時にその教える人をもちろん集めるっていうのは、まあ、必要なんですけれども、まずはですね教えるっていうことに慣れた方が早道だっていうことです。例えば何かを習って自分が先生になりたいっていうのをやった場合には、いきなりその例えば本来は1講座1万円とかを稼ぎたいようなものがあったとしても、まずはお試しからっていうのをスタートしていって、やっぱりちゃんと段階的に値段を上げていくっていうことをできるのであれば、出だしとかそれこそ知り合いとかモニターでもいいんですよ。3000円とかそれぐらいの安い金額からスタートしてもですね。でそこで何をしなくてはいけないかっていうと、教えることはその学ぶ技術がアップして、教えるっていうことは自分の学びと落とし込みが深まっていく内容になるので、先ほど5倍から10倍っていうふうに言いましたよね。要は人に伝えるっていうことは、例えばそれが習ってきたことであったとしても、あまりこうものを見ないでですね、自分の体感として分かった状態で伝えるから、まず覚えなきゃいけないっていう部分がありますよね。あと実技が入ってくるものだと、実験して実際にできる状態にした後でそれを外に出さないとみんなが納得しないんですよね。なんとなくありませんか、こうちょっとどっかから借りてきたような言葉で話すようなタイプの人っていうのは信頼されないんですよ。自分の言葉に変換されてないから。で自分の言葉に変換するっていうことは、自分の中で学びを深めない限り自分の言葉に変換されないので、言ってる方がなんか聞いてる方がですね嘘っぽく聞こえるんですよ。だから私のクライアントさんと、まあ、自分自身もそうなんですけれども、自分が経験したこと以上、手を動かし行動したこと以上のことは人には伝えられないというスタンスでやった方がいいっていうのを皆さんに伝えてるんですよね。だから私は私のクライアントさんに自分が基本やったことでうまくいったことしか伝えないようにしているので、もちろん失敗談は失敗談で伝えるんですよ。その人がうまくいくための方法として、この道筋とこういうやり方が可能性が高いということでお伝えするのは必ず自分がやってます。こんな本にこういうふうに書いてあったけどねみたいなところでやらせるっていうのは基本しないですが、全業種全業態私はやっているわけではないので、当然確率が高い方法と、やってないけれどもこの方向でやってみるといいと思うっていう、その分けた形で回答は返していく形になりますが、基本はクライアントさんに伝えるということは、その5倍から10倍私が自分で動いているということになります。なので人に伝えるとか教えるっていう人は、その人が生きている人生の数よりもおおよそ触れ合っている人の、伝えている方への、数の分だけ人生は豊かになっている。いろんなケースとかいろんな話を聞き、経験したことのないことももしかしたら一緒に考えていくケースとかも出ていきますのでね。でじゃあこれをね、あと学んでるだけの人、私は教室ジプシーとか、まあ、勉強ジプシーとかね言ってるんですけど、先生になりたい、ないしは人にねそれを伝える人になりたいって言ってる割に、先生にならない人の特徴は、本当は学んでるだけが楽しいタイプの人は先生になれないんですよ。勘違いしているから。学びが楽しい人と先生になりたい人、伝えたい人はそもそも根本的に種類が違うんですよね。だから先生になれないタイプの人っていうのは学びが楽しい人だから、自分がいつでも受講生の側になってインプットばっかりを頑張りたい人は先生になるのは向いてないんです。少ない量だったとしても、きちんとそれを自分の中に落とし込んでアウトプットして伝えて、その人の例えば人生を変えようとか、もっといい豊かな生活を送れるための助けをしたいっていう気持ちがある人は、少ない量のものでも自分の中できちんと落とし込んで伝えるだけのものに変換して外に出す、アウトプットが得意な人、この人の方が教室の先生には向いています。でアウトプットの深さを深めたい時にはどうするかっていうと、教える人の数を増やす形になりますね。ですから、いやそもそも集客ができないから困ってるんじゃんっていう人は、伝えてる発信の量が足りないですよ。
いきなり独立して一人になったからといって誰があなたに頼むんですかっていう世界ですよね。どんな小さい少ないことでもまずはトライアルからでも教えてみる、でその教えてる感想とか感覚をブログに書きながら外に出していく、この量が増えれば増えるほど信頼度合いが増してきますから、習ってみたいっていう人が出てくるっていう割と地道な話ですよね。だから広告とかを使ってきっかけ作りのために人を集めるっていうことはもちろんできるし、併用 SNS といういわゆる信頼関係を構築しながら集客をしていく方法と広告を使って、集めていく方法は併用するのが一番早いんですけれども、自分がうまく集客できないからといって広告だけに頼って集客をするっていうやり方だとむしろ後で苦労するんですよ。広告から集まってくる人はそこまであなたのことを知らないし、信頼関係が構築できてないところからスタートをするので、信頼関係の構築からやらないといけないので、結局成約率はね低くなるケースが多いんですよ。だけれども、例えばブログを読んでました、ずっと見てました、メルマガずっと読んでました、あなたのことが好きだし信頼していますっていう状態で習いに来る人は、非常に信頼関係ができているので、その後の制約もしやすい。だから自分の学びをちゃんと外に少しずつでもきちんと発信していくことをしない限りは、集客もしづらいし、自分自身の学びも深まらないんですよ、人に伝えないから。だからもったいないです。習ったことがずっと沈んでて、死んでる状態になってると人間って記憶が定着しないので、伝えないとどん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 劣化していくんですよね、その習った記憶っていうのは。だから生徒さんとか見てても思うんですけど、例えば知識が10あって誰にも教えてない人と、知識が5あっても教える人って、この10の人を超えるのが早いんですよ。教えるといろんな課題が出てきちゃうからです。でその課題をこなすうちにさらにスキルアップしていくことによって、その困っている人に出会った時にその解決策をパンと伝えられるようになりますね。ここにビジネスのお金化する、さらに高いお金に変わっていくヒントがあるんです。困っている人はお金を払ってでも解決したい人がいて、その回答を持っていることになれば当然その人とあなたはマッチングすることになりますので、その情報の度合いと欲しがるものの度合いによって金額っていうのは変わっていくからです。だから難しいことを簡単に教えられるスキルっていうのはとてもお金化しやすいんですよ。なぜなら自分がそれだけ苦労してるからです。苦労して得た回答を簡単に教えることができるのであれば、その人からすごく感謝されるし、その感謝の対価がお金と交換になるだけの話になりますので、自分がまず挑戦する、動く、解決策を見つける、それは必要な人にとってのありがたい解決策になったりとかします。それはお菓子であれ、料理であれ、パンであれ、いろんな教室の、アイテム全てにおいてです。他の人が求める何か回答を行っていくということができる場合には、それは、一つの難しいことができたということを人に伝えて稼ぐことができるチャンスになるので、それっていうのが教室業の経営の健全な姿だと思っています。ですので、お金をいただくことに躊躇しないっていうことを言っているのは、その価値を自分で認める癖がついてないとずっとボランティア価格でやることになるので、さらに新しい学びを入れることができなくなっちゃうんですよ、お金が回ってないから。でまたそこでいただいたお金を次のもっと解決したい大きな課題とか、もっと技術をね、例えばアップしていくための自分の学びにまたお金を使って、でそれをまた還元してっていう、これの繰り返しで教室ってやっぱり大きくしていくのが、健全な姿じゃないかなというふうに思っているんですね。だからここまで学ばないと先生になれないとか、ここまでやらないと先生になれないっていうよりは、やりながら先生になっていくっていうのがおそらく形としては健全で、で先生になってる人がさらに自分がもっと稼ぎ高を上げたいという場合には、
スキルはもちろんいるんですけれども、やはりそれを永続的段階的に伝えていく人をどんどん増やしていくっていうことをすると、より自分の、価値も高まるし、それを習いたい人が増えていくっていう現象を作ることができます。ですのでまとめますと、人に教えると、なぜ人に教えると自分の人生が豊かになるかというのは、学びを、アウトプットするために自分の中で落とし込みをする必要があり、その落とし込みによってさまざまな適応能力と、人生の、ルートですね、こういったものをやっていくというルートをたくさん自分が身につけることができるから、豊かになる、まあ、そんなお話でございます。ですのでまず学んだらですね、先生になりたい人は人に教えてください。教えるといろんな気づきがあるし、なぜ分かってもらえないんだろうとか、伝えるという技術も磨かれることになると思いますので、頑張ってみてください。それでは。